クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。この間はダイソーのこの編み機を使ってクラッチバッグを作りました。今日は同じシリーズのこの丸い形の編み機を使って、こちら親指の部分に穴が開いていて手の甲まで隠れる手袋アームウォーマーを作っていきたいと思います。作り方はとても簡単ですので、ぜひご覧ください。準備するものはこちら。まず編み機ですが、ダイソーのケイトデリリアンという商品のサークルというものを使います。開けてみるとこんな形になっています。フックがついているのはこの間使ったストレートと同じですね。ピンも同じものがついています。すごい使いやすい形になっています。このフックの頭の部分には数字が振ってあります。1番から順番に始まって最後18番まであります。使う毛糸はダイソーのビッグロービングシリーズというもののホワイトミントという色を使います。とりあえず多めに4玉準備しました。ダイソーのビッグロービングシリーズは単色のものもありますが、このようなグラデーションのものも何色かあります。今回はこの色を選んでみました。広げてみるとこんな風になっています。青と緑と白のグラデーションで、ちょっとネギっぽい感じですが、今回はこれを使っていきます。最後に端を処理する時の針、これはピンなどでも代用できます。あとハサミです。では作っていきます。まず毛糸の端をこのように結びます。結べたらこの輪っかをこの丸い飛び出てるこのピンに引っ掛けます。こちらは途中で取るので、あんまりきつくなりすぎないように注意します。では1段目を編んでいきます。このフックにぐるぐるっと2回こっち方向に糸をこのように回しかけます。そしたらこのピンで下の方の糸を引っ張ってこの上に通して向こう側にやります。1回2回回して下の方の糸をぐるっと後ろに、1回2回回して下の糸を向こうに、というのを繰り返して全部18ピンできるまでやります。はい、これで1段目が編めました。次に2段目以降を編んでいきます。これは今回すごくシンプルです。糸をこっち側、フックの奥側から手前にかけて下の糸を後ろに、フックの奥から手前こっち方向にかけて糸を後ろに、これをひたすら繰り返すだけです。ちなみに今回も見届け人はリトルマーメイドのセバスチャンです。こちらはファンコ社のポップというシリーズのフィギュアです。いろいろシリーズで出てますので、ぜひぜひ可愛いのでチェックしてみてください。はい、ということでどん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 編んでいきます。しばらく編むとこのようになります。この真ん中部分の輪っかの内側に編み目がどんどんできていきます。一番最初にここに引っ掛けた糸は途中で取ってください。はい、どんどん編み進めるとこんな感じになります。筒状のものができてきております。このままペットボトルホルダーとかにしてもいいですが、覗きます。今回は手の甲まで隠れる手袋を作るので、ここから少し違う編み方をしたいと思います。親指用の穴が必要ない場合はこのまま編み進めていってください。今回は12センチ編めたところで親指用の穴を作っていきます。まず1番目のフックから4番目のフックまでは今まで通り編みます。5番目のフックからちょっと変わります。糸を1回2回かけて下の方の糸を向こうにやります。6番目のフックも同じように1回2回回しかけてから下の糸を後ろにやります。その隣7番目以降は通常通り編みます。はい、今の段が全部編めました。18番のピンまでこのように編みます。そしたら次の段ですが、最初の3つのフックは通常通り編みます。先ほど二重にかけた5番と6番ですが、5を4に6を7にかけます。1回外すと二重にかけているのでこう長くなっているので、隣のフックにかけます。5番を4番にかけます。で6番は7番にかけます。
このように外して引っ掛けます。そしたらこんな感じになるんですが、糸をぐるっと一回回して、この下2本あると思うんですけど、2本ともいっぺんにぐるっと後ろにやります。こんな風になります。今糸を左右にのけたフックは何もかかっていないと思うんですけども、こちらのフックにはこのように1回だけぐるっと糸を回します。ここは編みません。で、次のピンは先ほどと同じように下の2つを後ろにやります。結構2つやりにくいですが、ぐっとやっていきます。あんまり編み目がきつくならないように注意してください。こんな風になります。残りは普通に編んでいきます。次の段まで来て、先ほど1回しかかけてないところに差し掛かってきました。そしたら同じように糸をかけて、下の糸を後ろにやるというのをやります。隣のピンも同じです。1回かけて後ろに糸をやります。これで親指用の穴が開きました。残りは今までと同じように編んでいきます。はい、いい感じの長さにまで編むことができました。そろそろ最後の終わり方というか閉じ方をやっていきたいと思います。では閉じていきます。1個目のフックに通常通り1回回しかけて、下の糸を向こう側にやります。2個目も同じように引っ掛けて糸を後ろにやります。そしたらここから閉じ方なんですけど、この2個目を1個目に引っ掛けます。1個目を外して1個目に引っ掛ける。この時に糸がたるまないようにちょっとだけ引っ張ります。次に今のフックにもう1回糸をかけて、下の2つをいっぺんに後ろにやります。こんな感じですね。そしたら左側に1個空いてるところがあると思うので、右側の左にこのように移します。こんな感じで1個糸が止められました。そしたら次は左側のフックに1回かけて糸を後ろにやります。今のフックにかかってた糸を右側のフックにかけます。で、右側の糸二重になると思うんですけど、1回糸を回してこう二重になった部分を後ろにやる。右側に残ったのを左側のフックにかけます。これを繰り返していきます。はい、最後の方まで編んできましたが、ちょっとここでプチ事件が起きました。糸がまさかの全然足りなくなるということが起きておりますので、ちょっと糸を足したいと思います。糸を足すときはこのように片結び丸結びをして、できるだけ玉が小さくきつくなるように結んだら、このはみ出た糸はカットします。はい、このままどんどん編み進めて最後のフックまで来ました。最後のフックを編んで、このようにフックにかかってる糸が1本になったところで、毛糸をだいたい10センチから15センチぐらい残してカットします。編み機から糸を外して、このように輪っかになっている部分があると思うのですが、その中に今切った糸を通してギュッと締めます。編み始めと編み終わりに出た糸の端はこの針を使って中に隠しちゃいます。はい、片手分できました。同じ要領でもう片方の手の方も作っていきます。はい、両手分編めました。これで簡単可愛くすぐできるダイソーの編み機を使った手袋の完成です。わー、みんなで作ってみて、できたの脳みそシュワシュワを味わおう。片方で毛糸 1.2 玉ぐらいで17センチぐらいのサイズのものが出来上がります。毛糸が太いので2つ合わせて2時間ぐらいで編めました。かなりサクサクっと編めますのでおすすめです。ぜひやってみてください。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような DIY 動画をどんどん出してますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。